TV アニメプリンセスプリンシパルより完全新作アニメ映画の制作が決定。2019年に劇場公開される。2017年7月から9月に TV 放送されたプリンセス・プリンシパルは、革命によって東西に分断された19世紀の架空国家アルビオン王国を舞台に、5人の美少女スパイの活躍を描いたオリジナルアニメ。5人の少女たちは名門校クイーンズメイフェア校に通う女子高校生であることを隠れ蓑にし、各国のスパイが暗躍する影の戦争の最前線となった首都ロンドンで様々な任務を遂行していくことになる。監督は立花正樹さん、シリーズ構成脚本は大河内一郎さん、キャラクター原案は黒星紅白さん、音楽は梶浦由紀さん。アニメーション制作はスタジオサンヘルツとアクタスが手掛ける。今回 TV シリーズのその後を描く完全新作アニメ映画が全6章で制作決定。2019年に劇場公開となる。制作決定の発表に合わせてティザービジュアルも公開となっているのでご紹介しよう。さらに本日4月29日に舞浜アンフィシアターにて開催されたプリンセスプリンシパル初のライブイベント、プリンセスプリンシパルステージオブミッションの模様を余すところなく収録したブルーイに始動したプリンセスプリンシパル続編プロジェクトのさらなる続報に期待しよう。商品情報、プリンセスプリンシパルステージオブミッションブルーレイ発売日2018年11月22日木曜日、価格7000円、税別、使用約150分、本編約120分プラス特典約30分、リニア PCM、ステレオ AVCBD50G16:9LT、1080i ハイディフィニションはじめ。